何がクリスマスだってんだよ。バカ野郎、毎年毎年プレゼントもらえると思うなよ。え？人参で撲殺しちゃうよって。ね。はあ。でもね、毎年毎年この寒い中に、寒い中で、プレゼントを配らなきゃいけないってなるとですね、これ大変ですよね。私、我々ね、この、まあ、私、サンタと、その豚のコンビですけどね。ね、この、豚この、角をへし折ってやろうか。この豚野郎。この、何がクリスマスだってんだよ。え？本当に、煙突からクソを入れてやろうかなって。しっけ。ねえ、トナカイ君、ごめんね。あんまり、挑発的なこと言っちゃってごめんね。トナカイ君。ね。本当はそんなこと思ってないからね。ね、本当は優しい、優しい、白ひげのおじさんだからね。ね、ごめんね。あんまり、そうやって抽象して、ほんとごめんね。豚野郎。この。え？豚野郎。蹄鉄をはめる釘で、その、クソみたいな、目ん玉に、その蹄鉄はめる釘で、釘を打ち込んじゃうよ。え？この野郎。爆走の野郎。馬のクソってことだよね。あ、ごめんね。それジョークだからね。トナカイ君ね。我々も仲良しで、あの寒い国から、ゆっくりね、歩いてきたから。歩いてきたんでね。君の引くソリに乗ってきたんだけどね。いやー、でも大変だよね。やっぱり海外から旅してくるってなると、ね、まあここ日本に来て割と管理の行き届いてる綺麗な性風俗をね、前乗りして、だいたい12月22日ぐらいから、ね、にゃんにゃんにゃんですよね。割と安全な性風俗を楽しんでから、子供たちにプレゼントね、配ってるんだけどね。え？でも大変ですよね。やっぱ長旅なんで。ねえ、トナカイ君。ねえ、もう私もう臭くてしょうがなくてね。その長旅の間。もう臭くて、この豚の！豚のケツだよ！貴様のケツは豚のケツだよ！豚のケツをずっと見ながらここ長距離を移動してきたんだよ。この野郎、このプレゼント入れる袋に蹄鉄を入れ、プレゼント入れる袋に、白い袋に蹄鉄を入れ、それを手で絞ってそのモーニングスター的なこの運動で貴様の角をへし折っちゃうよ、豚野郎。この豚のケツ、ほら、あ？何がクリスマスだってんだよ。バカ野郎、毎年毎年プレゼントもらえると思うなよ。え？人参で撲殺しちゃうよって。まあね、まあそういった冗談をね、言いながら旅してきたんだよね。トナカイ君ね、ごめんなさいね。あんまり厳しく言っちゃうとね、ね、こいつ本気で言ってるんじゃないか、ね。いやいや、そうじゃないですってね。
思いますんでね、そうじゃないですって、それは本心じゃないですよ、そんな野蛮な暴言ね、野蛮な暴言、吐くような人間ではございませんって、ね、野蛮な暴言を吐くような人間ではございませんって、ね、本当にね、トナカイ君ね、今年もよろしくお願いします。